県内でインフルエンザの流行が続いています患者数は前の週の2倍以上となり山形市には今シーズン初の注意報が出されました県衛生研究所によりますと今月9日から15日までに報告されたインフルエンザの患者数は243人で前の週より140人増加しました 一医療機関あたりの平均患者数は5.79人でこちらも増加しています地域別で見てみると山形市が13.78人と最も多く一医療機関あたりの平均患者数が10人を超えたため今シーズン初の注意報が出されましたこのほか、沖玉5.75人 村山3.9人と続き、最上を除くすべての地域で増加していますまた、山形市や上山市の小学校など5県で集団感染が確認されました県ではワクチン接種を希望する人の早めの接種などを呼びかけています